昭和34年台風第18号は、1959年10月に発生し、沖縄地方に大きな被害を出した台風である。シャーロット台風とも呼ばれる。進路図1959年10月10日にフィリピンの東方で発生した台風18号は、13日にはルソン島の東で中心気圧905ヘクトパスカルにまで発達。その後北上して、 沖縄の南を通過した後、日本列島に沿うようにして、本州の南を進み、19日に温帯低気圧に変わった。この台風は沖縄に大きな被害をもたらした。周雨前線を刺激して、大雨を降らせ、各地で水害による山崩れが続発した。崖崩れや土石流、地滑りなどにより、死者46人、前半屋千二1258個。 道路損壊77箇所などの甚大な被害が生じた。これにより根本的な地産地水事業の必要性が改めて認識され、数回にわたって調査及び技術指導が行われ、砂防園庭の建設が始まった。宮古島地方気象台では最低気圧984.0ヘクトパスカル。 最大風速秒速32.0メートル、最大瞬間風速秒速44.8メートル、走行水量203ミリメートルを記録している。南城市旧佐敷町新里では大規模な崖崩れが発生し、同地区にあった場天温竹は土砂崩れによって流されて埋没し、指の森へと移設された。ありがとうございます。